皆さんこんにちは。今回はアクセルオーダー引いていこうかと思うんですけど、ちょっとこの動画撮る直前にちょっと俺の家族にちょっとガチャ動画やるからちょっと叫んじゃうかもしれないって言っといたんですよ。ちょっとうるさくなるかもしんないみたいな。そしたら、うわー、もちゆきうんこ漏らしたーって叫んどくわって言われました。ちょっとあの動画に声入るからやめてって言ったんですけど、今回ねアクセルオーダー引きます。まあなんかあのアクセルスキルについての解説動画作ろうと思ったんですけど、まあ配布のアクセルだけだとちょっとよくわかんないし、まあでもなんか引いたところでまあ解説することは多分変わらないような気はするんですけど、まあそういうのは関係なしに引きたいな。うん、単純に引きたいから引く感じです。すいません、あの全然関係なかったこれ片手コンが欲しいね。特にこのパーティー筋力増強4バフだね。これがすごく欲しくて、やっぱ俺タンクやるからね、そういうのが結構魅力的に見えるというかね。あとこのシリカね、この睡眠耐性強化がね、あの睡眠耐性 60% 上昇するんで、まあこの睡眠とあのアイテム使用負荷が同時に来た時になんかタンクすごいやばいなって思うんで、もしそういうのがね、そういうボスが出てきたら、あ、これ睡眠とアイテム使用負荷同時に来るんですね、この56層のダンジョンボス。あ、56層のダンジョンインゴットはこれか。残属性スキルのクリティカルダメージが上昇するやつか。これでいいんだ。あ、56層ダンジョンこれですね。このアクセルオーダーのねキリトもね劣化4バフで欲しいんですけど、まあいろいろね、まあ欲しいし、まあ探検のアクセルはね、あの使いやすいですよね。そのバフとかデバフとか使うのにねアクセルできたらいいし、まあでもバフデバフ使うだけだったら全然あの縦のねキズメルの配布のやつでもいいんですけど、まあこれあったらもっといいかなっていう感じがするし、この弓がねすごくいい。てか全部欲しい。あの片手武器以外両手武器だったらどれでもあったらね嬉しいし、まあこれちょっとね攻撃モーションが気になるけど筋力増強バフだからなんかいいなって思うし、あでも筋力はな、どうなんだろう、ちょっとわかんないな。ちょっとねオーダー引く前にこの 50-2 のキドリアの剣士さんにちょっと拝んで、それからオーダー引こうかと思います。このキドリアの剣士さんね、前に SOIF やってた方でちょっと引退しちゃった人がいるんですけど、その人なんかフリーザの真似とかしてた方 で、その人ねフリーザの真似してない時のアバターにねこれちょっと似てるんで、なんかこの方になんとなくね拝んでからやろうかと思います。一礼二拍手です。これ一礼します。一礼でした後にこれ二拍手ですね。もう一回おめでとうってやった後にもう一回おめでとうで、はい、これで弾ける状態になりました。まあ普段ジンクスとかクソどうでもいいんですけど、まあこういう時だけね拝んでおくと。さあ行きます。第一打目、まあステップ1入りますか。そうですね、これでなんか来たらいいんだけどな。どうしようかな、一周するかどうかもちょっとまだ迷ってて、まあこんな、うん、まあこれ、まあ1回目は全然ね星さんで、アクセルアビリティ来たら嬉しいな。今のところアクセルアビリティはシリカ1枚しか出てないんで、まあこれからねアビリティどんどん出てくると思うんですけど、まあなんか1枚だとな、ちょっとまあ延長時間が限られちゃうので、でも覚醒みたいな感じでどうなんだろう、1枚でも多く持ってた方が強くなれるようになるのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあなんか新しいスキルってちょっと欲しくなるじゃん。まあ多分ね、そのアクセルステップアップオーダーみたいな感じでさ、今までのその初期のアクセルとかが入ってるやつとかそのうち出るかもしんないけど、まあそれでも多分弾けると思うんだけど、まあなんかね新しいのってなんか弾きたいじゃん、なんかね。あ、片手コン、あーステップ1はちょっといいの来ないかもしれない。あ、探検か、探検でもいい、来い。あー、でもな、そのステップ1の提供割合が確かあんまりアクセルも来ないやつだっけ。まあこんなもんっしょ。どうなんだっけこの提供割合、ちょっともう一回見とくか。0.16、 あーでもそっか、あんまり来ない感じなのかな。でも 0.17 リズベットとシリカが少し、なんでリズベットとシリカが少し高いんだ、謎。あれかな、リズベットとシリカってモア出番だからもうちょっと出番を多くしてあげたいみたいな、なんかそういう、まあそういうことじゃないんだろうけど
リズベットが出やすくなってるのは嬉しいけど、少し、いやでも出やすくなってるって言っても 0.01 くらいしか変わんないか。あーでもなんかこれな、まあ引くか、うん引きます、ちょっと引いときます、もう一周しちゃおう、うん一周した方がいい気がしてきた。あーでもなんか、うーん他のねパワーライズ4とか引きたいから、いやそっち引けばよかったかな。いやでも動画のネタ的にはアクセル引いた方がいい気がするんで、アクセルのね演出とかね見れたらなって思います。まあ見たんだけど、なんかツイッターで誰かがね、あまあある方がねあの上げてたんで、微妙だな。おアビリティ、アクセルアビリティ来るか、来い来い、来ないね、全然来ないね。まあこれいやーもう来ないっしょ、うん、ステップにも多分来ないよ、うん、まあ別に来なくてもいいんだけど、いや来なくていいわけないか、いや来なくていいわけはないんだよな、ステップ2でも来てほしいけど、あーでもなー来てほしいな、早く来い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 探検来て、探検早く来て、来い来いよ、おーいお願いしますお願いします、アビリティお願いお願いお願いしますお願いお願い、うわ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 ー、あー片手再建、いや片手再建は片手再建でさ、あのなんかめちゃくちゃモーション短いやつアクセルですげー連発しまくって、なんかダメージ倍率稼いでいきたいなみたいな、そういう願望はある。なんかその強い弱いじゃなくて、なんかそういうのやりたいみたいな、なんか遊びたいみたいな、なんかアクセルって言うほどだから、なんか加速する、なんかそう素早くソードスキル打つのがなんか楽しいみたいな、ソードスキルっぽいじゃないですかアクセル、まあソードスキルっていうかアビリティもあるけど、だからなんかすげえ早くバン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 打ちまくって、例えばそのピアッシングじゃなくてリニア、あの生き残る石アスナとかああいうやつで、まあリニアバン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 打って、すごいね素早く連打しまくってさ、うわー楽しい気持ちいいみたいな、そういうね遊びをしたいなと思ってて、まあそれで強くなるかどうかわかんないけど、あ弓のアクセル来るかな、来い、あーえステップ3って確定枠あるよね、アビリティ来るかな、ステップ3来い、あこれあれ確定枠じゃない、レイピア、でもステップ3じゃ確かアクセルスキル確定じゃないから、あおおなんだなんだなんだ、演出演出演出、あれ覚醒覚醒覚醒じゃねこれ、おおやった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 ー、やったけどち、ややんやったいやいや、ステップ3でこれは嬉しいでしょ、まあだってステップ3ってさ確定枠アクセル来ないことの方が多い、いや多くは、いや多いかどうか分かんないけど、いやでもハート狙い撃ちはめちゃくちゃ嬉しいね、もうなんか片手再建それないと厳しいみたいな、そんなことは言われてたので、まあ片手再建威力出るかどうかは置いといて、ちょっと遊べるな、ちょっと片手再建弱いんですけど俺持っているスキルがね、だけどまあどうなんだろうな、85層迷宮区助動とかでも属性耐性があるから、うーんでもどうなんだろうな、わからんな。ほんとわからん。あ、縦は違う。縦は違う。次、片手直剣。あ、劣化4バフだから片手直剣もありがたいけど、なんとなく来なさそうだよな。おいっぱ来ないわ。あ、そういうもんでしょ、こんな。来い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 アベリティシリカ、おえ。ディアベルハーン。もうディアベルハーン、いつ出てくんのマジで。いつ出てくんの、あの、ストーリーさ、なんか5層のなんか地下とかでさ、なんか落っこしちゃったらしいけど、なんか56層のストーリーだとさ、その国鉄級のさらに地下に行ったらみたいな話がちょっと出てたから、次の階層さ、もっと地下のさ、あのなんだっけ、フェイタルサイズ的なやつ出てくるさところ行くのかなみたいな、なんとなくねちょっとねどういう風になるのかね楽しみな感じがしてますね。お片手こうなんか来い来い来い、アクセル来い、アクセルじゃない、やり槍でもいい、もう何でもいい、アクセル来てくれ、何でもいい、もう確定枠以外でも来てくれ、もう槍も何でも、もう早くして早くして早くしろ早くしろ、中来て、なんかアビリティアビリティ、なんかパワーライズ4来て、パワーライズパワーライズ4で入ってんのかこのオーダー、いや知らんけど、
なんか正直アクセルじゃなくても、例えばなんか常設であのダーミズのオノモットとか来たらアクセルより喜んじゃうかもしんないけど、アクセル来たら嬉しいな。でもアクセルいろいろ試したいから、ていうか一周でアクセル1枚とか悲しすぎんかマジで。だって確定枠とさ、ステップ3確定枠とステップ5の確定枠だけしか来ないとか、もう超悲しいじゃんマジで。もう2500ジェム、なんかあの福袋とか引くかみたいな。え、なにこれ、おおおお、あ、片手再建だ、アクセル。お、はじめまして、私アスナと言います。あれ、これ声一緒じゃん、なんか喋り一緒で、ね、モッドと。あー、でも極光輪か、極光輪を素早くあのスタック99にするかみたいなやつかな。片手再建ばっか強くしに来てるのかな。俺片手再建の持ってるスキル弱いんだけど、あーでも微妙だな、この残りのジェムどうするかなんだけど、これね、1200、ああと500ジェムか。あー、でも500ジェムた、あと溜まったら、溜まるか。今日が何日だっけ、今日が12月2日で、でこのパワーラ4のオーダーが、12月4日の17時までだから、あと2日課金、あのなんだっけ、ジェム購入のあの160ジェム、あ、今日の分がね、あ、だからあと2日分だね。160ジェムじゃね、160円で250ジェムか。それ2回でなんと、あ、でもあとあれか、イベントとかで稼げるかな。どうしよう、ちょっとついでにね、無料オーダーもね見ていきましょうか、なんとなくね。はい、無料オーダーでーす。サイズは何もこない。おー、あー、まあ、あー、いいね、いいわ、いいね。なんか片手再建ばっかりの来るのなんで謎なんだけど。いや、ありがたいけど、いや、ありがとうございます。いや、なんか片手再建一気に強くなったな。いやー、まあ片手再建でまあバシバシ打っていく感じになるのかな。でもなんかもっと俺片手コンが欲しかった。特にやっぱタンク専業みたいなところあるから最近は、なんか火力ではちょっと生きていかれへん感じ、いかれへん、なんかちょっと言葉遣いいかれてん。まあ一回この辺りで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。ではまたー。